精した卵を1ベルずつ1つずつ入れてって、はい、で同じ条件にして孵化率を見るっていうことをしてます。はい、で今からこの卵を1個ずつ入れてって大体次の日とかに孵化するんですけど、でその孵化率を見たり、で生産率何日後に死んだとかいうのをどんどん見てって、そのうなぎこの個体のうなぎがいい卵質を持ってたかっていう指標にします。なるほど。で今48ウェルあるんですけど、あ48穴あるんですけど、ケースの中、はい、うん、でもう最初から入れる時にこう、うん、結構衝撃とかで、まあ、ダメな卵とか選んでたりしたらもう分母から外すんですよね。あ、48分の何母から行くんじゃなくて、うん、ダメな卵を省いて40何分とかから、孵化率と生産率とかを出していきます。だからチェック、それのチェックをしました。今浮いてるやつは大丈夫、こいつは綺麗、なんかホル以外なんか全然膜も上がってないし、これはでもちょっと上がってる、なんかこれはあんまり上がってない。3は3、4、5、うん、8も落ちない、あんまり良くない。これ多分 B の7、6、7、7、下にポコって角球がついてる。これが一応1週間後、孵化後1週間後のやつで、今年は結構どの個体もいっぱい生きてるので、ああいう風に飼ってます。これはまだプレレプトで、この後レプトになって、でそれはその飼育とか完全養殖してるところは、まあ、1年ぐらいその透明な平べったいレプトのままで、まあ、1年ぐらい経ったらシラスっていう変態してシラスウナギになって、うんうん、でそれが黒くなってきて黒子になって何年ぐらいですかね。なので結構かかります、あの大きいウナギになるまでは、卵までには何年とかって、はい、そうですね。